フォーチュンテイラー内田の運勢鑑定。はい、先生今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、前回前々回と、はい、ね、大きな大きなデカブラさんを、はい、ね、本当に特注のまな板の上で、ね、ピチピチさんながらさばかしていただきましたが、まあまあ一応、はい、ね、あんまり何回も引っ張っても、うん、テレビの向こうの方がね、まあ、どんどんね、こう知るつもりだったらいかんですから、はい、今日あたりぐらいで盛り上げたり盛り下げたりしながら終わりにしようかと。頼みますよ、最後だから先生バーッとね上げるんですよ。そうです、上げるんですよ、ね、はい、でまあ、前回にね、はい、お話しさせていただきました、はい、この23という双角に持ってる棟梁運っていうのがね、はい、とてつもなくすごい数なんですよ、うん、という話をさせていただきましたよね。はい、それで以前にもちょこっと言ったと思いますけど、まあ、この日本の歴代の総理大臣の中でもこの双角に同じところに23角っていうのを持ってるのが、お隣の岡川県が生みましたね、大平正義さん、これ方がやっぱり23ですよ、そこがっていうみたいにね、もう行かなしゃあないというところ、ここでまず今回の収録の中で一発目の盛り上げは何か、はい、何でしょう。来年デカ村さん、ちなみに何歳になられますか？47歳です。そしたらこの47というのが実はですね、双角が23と今お話ししましたよね。47-23、なんぼですか？24ですよね。24というのはこれ3の倍数で3で割れますよね。なぜこの話してますかと言いますと、それぞれの方、テレビの向こうの方もですよ、はい、悟空さんはじめね、アシンタの方もそうですが、双角にプラスマイナス3をしていくと、その方の節目が見えるんです。これが何の節目かと言いますと、お名前の総合計画数のプラスマイナス3というのは人生の節目が出てくる。はい、そしてここに、デカ村さんの場合は、はい、要するに人格というところで30から49歳ぐらい見るところは14というのがあるんですよって前に話しましたね。私で言えばここの19というところがそうなんですが、ってこれにはプラスマイナス3をしていくと、ここは恋愛と結婚の節目が見えるんですよ。恋愛と結婚の節目って若い女性たちが気になってるかもわかりませんがね、これは何かと言いますと、出会いがあったとか付き合ってたとか別れたとか結婚したとか離婚しただとか、要するにこういうふうに恋愛結婚に関わることがそこのところの節目に出てくるわけですよ、うん、そして双角の23にプラスマイナス3をしていくっていうことは人生の節目、そうすると47歳はドンピシャ人生の節目に入ってくるわけですよ。ぴったりと入っていくんですね、はいはい、とこれがものすごく素晴らしい、またこの年回りなんで、なぜか47という数が持ってる意味はこれですよ、はい、なんと申します、開花運、花が開く開花運、ね、はい、要するに百花繚乱ですよ、まさに我が世の春、はい、花が咲き誇る、そういう年回りなんです、来ましたね、来てるんですよ。これは天啓って天の恵みもあるんですが、ね、若い時にデカ村さんがされてきました努力があれば、花の開き方が半端なくバーッと花咲かじいさんが花咲かせたぐらい来るんですが、 あればっていうのに、まあ、ね、ちょっと引っかかったよ、引っかかりました、若い、そう、若い時のね、努力の賜物がここに来るんですが、どうでしたか？ね、あれはゼロはいくらかけてもゼロ、こういうことですね。また今も私が次に行こうと思った話を先にする。これなぜかと言いますとね、このゼロでもね、この統計学の方からいきますと2種類出てくる、うん、はい、どういうことかと言いますとね、今デカ村さんが言われたようにゼロはゼロですからないんですよ、ないです、ね、どこまで行ってもゼロはないね。これは孔子の学問です。それを後のインドの数学者がゼロという数字の概念を要するに見つけただけですけど、例えばですね、次にね、デカ村さんの生年月日、はい、生年月日ありますな、これがここからも節目というのが出てくるんですが、ね、以前にちょこっと言ったと思いますが、デカ村さんは1968年です、はい、そうです、ですよね、はい、で3月の21日なんです。そうですね、よー知っとるわ、もうストーカーみたいですね、彼女でも彼氏でもないのにここまで知ってるというね。ということは
前にも言ったかもしれませんよ、はい、はい、覚えてくださいよ、はい、1たす9たす6たす8たす3たす2たす1とこれがデカブラさんの西暦をね、はい、全部数字を横並べに足していくんですよ、はいはい、で1たす9ですから10じゃないですか、10です、それに6たすから16、うん、8たしますから24、それに3たすから27、2たすから29、1を足すから30ってことは、30というのは、はい、要するに0ですからないんです。あれ要するに0ですから一旦0にはなるんですよ。なります。ただ0になったら残ってる数字は何が残りますか？3ですか。3ですね、はい、だ3という数字で、はい、皆さんの野球の中で思い出してください。背番号3って言うと井の一番に、あ、もう長嶋、ね、長嶋さんでしょ、あーですな、ね、若い世代の方もが知ってるわけですよ、うん、そうですね、これ何か3、はい、希望運って言うんですか、ね、ただ要するに30の方一旦ゼロになりますよと、うん、だから残るのは希望が残るから行くんですよ、希望に向かって、まさにその通りちゃいますか、波乱万丈の五王土星の人生歩んで、好きで波乱なことやってて、ね、でゼロにはなるけど絶えず希望が、あ、すごい希望で生きてますからね、ゼロなら、はい、ゼロは強調しなくていいです、はい、希望の方、はい、でこれ何かと言いますと、うん、要するに立ち直りが早いってことなんです。あ、早いでしょ。だからね、各有私は名前の総合客数が30なんです、ね、同じように私も人生は一旦ゼロになりますよ、あなたは内田さんっていうのをね、この学問に出会った時に頭ガーンとなった、本当やわってね、一体何回ゼロになったら気が済むんやというぐらいのゼロになってきたわけです。だけどその時に周りの方たちから見た時にびっくりするぐらい次のところにはこう行ってるわけですね。絶えずその希望を持ってる、立ち直りが早いんです、こうなってる。それはまさにそうです、わかるでしょ。だからその30の素晴らしさ、ゼロにはなったとしても希望があって立ち直っていく、これにプラス47の開花運、花開くんですよ、我が世の春ですよ、はい、そして棟梁運という23の総格、どこまで行くんですか。すごい、やばい来年、すごい、ね、もう誰も止められませんね、もう誰も止めようとはしない、あ、止めませんか、誰も止めません。そこに持ってきてこのデカ村さんをね、最近 Facebook でもね、書いてますね、漢字の村じゃないんですよって、ちゃんとデカ村ってカタカナで書いてるでしょ。そうです、もうこれが浸透してきますと、はい、向かうとこ敵なしになってきますよ。そうですか、これをまた間違えて書いてくるやつなんかがいたりしたら、もうそれはもう排除ですね、はい、そうですね、削除しなきゃいけない、ね、そしてここに持ってきまして、はい、この12月、うん、はい、12月、1月、はい、2月というのが、はい、ね、要するに毎月の私がこの、うん、ね、この最後にもこうテロップ流していただいてますが、はい、私が出してます今月の運勢っていうのがありますよね、はい、もうさっきの予告しておきますが、はい、12月、1月、2月、これはもうマックス、はい、ベスト3、絶えず1位、2位、3位のここへ入ってきます。本当ですか。この3ヶ月をどうするか、この過ごし方ですね、大切になってきますね、大切になってきます、はい、でこれに対して、ね、23、家庭運には恵まれない人もいますと言うた、ここがどのぐらいの足の引っ張りをするかでしょうね。その辺が、うん、足の引っ張り、はい、そして、デカ村さんの家庭運というのを見るところ、はい、ここなんですがね、はい、この19という障害運が入ったそこに、はい、それが入ってる、もうまさにね、で鹿村さんなんか私のまあ生徒さん、お弟子さん、はい、そのちょっと要するに鑑定士のね、うん、鑑定の統計学の勉強して1段2段上がってきたあたりの方の教材にもってこいです持ってこいなんです、持ってこいなんですよ。あ、そうなんですね、はい、まさにその通りに来ておりますよっていう中において、そして微妙に、うん、だけどちょっと違うんだけどなって言うてご本人が思ったりするところもあったりするっていうことでね、うん、まあまあそういうあたりのところはまたこれから先ずっと先に折に触れてですけど、はい、とにかくそのぐらい強いということを意識していただいて、わかりました、ね、花バーッと満開の花をね、はい、咲き誇らせていただくような形になればなと、いい冬が迎えられそうですね、はい、そういう形でお願いしたいと思います。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。
Facebook の友達に会いたいのコーナー。会いたーい。はい、さて今回はですね、前回の松田良平さんのご紹介でですね、はい、湯口正明さんに、お越しいただいております。はい、それでは早速お呼びしたいと思います。はい、チャ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 ラチャチャチャ。はい、ようこそようこそ。じゃあお越しいただきまして、はい、じゃあまずですね、自己紹介からお願いできますか。湯口正明、テニスの関係のお仕事をしてます。はい、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。テニスの関係の仕事、うん、はい、と言いますとどんな、具体的に言うとどういう、具体的に言うと、まあ販売、グッズ、グッズというか、まあテニス用品の販売、テニス、もうテニスに特化していらっしゃるとか、うん、あと教えたりとか、はい、教えたりとか、はい、はい、じゃあそのテニスクラブとかでいつも、まあ、教えてらっしゃる。あ、じゃなくて、もう個人で、個人で、はい、もうレッスンみたいな、はい、もう個人レッスンというか、もう自分一人で、うん、はい、やってます。あ、そうなんですか。じゃあ、はい、別にそのコートとかに行かなくても練習できちゃうって感じですか。いや、まあコートを取ってテニスしたい人を呼んで、はい、で、してるっていう形ですね。あ、そうなんですか。はい、テニスは公式なんで。あ、そうですね、はい。何年ぐらいやってらっしゃるんですか。何年、20年ぐらいになるんですかね。大ベテランですね。ベテランになるんですかね。変わりますね、20年もしてればもう十分ベテランですね。まあ、ずっとやってたわけじゃないですけど。あ、そうなんですか。じゃあもう湯口さんのね、こう生徒さんってたくさんいらっしゃるんですよね。うん、たくさん、まあ、生徒、そうですかね。サークルみたいな感じでみんなが集まって、まあそれに近いような感じはありますね。そこで指導される。そうですね、はい、その後プロになったりした方なんかいるんですか。いや、それはないです。はい、もう趣味の域ぐらいで。あ、そうですか。はい、そうですね。なんでまたあのテニス、要するに専門店ってことですよね、テニスの。あ、専門店さんにちょっとお手伝いしに行くような形で。ああいう感じ でなぜそれを、なぜそれを、もともともちろんね、ゆうんさんがテニスをそうです、ね、されてたっていうのはあると思います。まあ、高校から部活でやってて、はいはい、でそれから、まあ、社会人になってはちょっとブランクっていうか、うん、やってない時期あったんですけど、ね、またしたいなって思い出して、ね、やり始めて、はい、でちょっとお仕事が何ですかね、休んでしまって、うん、辞めてしまって、はい、で、のほほんとしよったら、はい、ちょっとショップで働くかみたいな感じで声かけられて、はい、あ、なるほど、はい、で やり始めたのがきっかけですね。はい、好きなことが職業でされてるいいですよね。まあそうですね、はい、でショップで働いてるうちに教えてほしいという話になってきた。いや、もうちょっとショップ、その時はスタッフとして働いてたんですけど、うん、ちょっとスタッフっていうのをもう辞めてしまって、はい、でまあちょっとフリーに動けるようになったので。そうなんですね。なったので、完全に従業員っていう感じじゃない。今はそうですね。そうなんですか。はい、なんで、はい、こうやって今も来れてるっていう。ああ、なるほど、はい、自由行動っていう。そういうことですね、はい、自由業なわけですね。はい、そうですね、はい。そういう募集っていうのはそこのショップで、そういうテニススクール的なことの募集をするってことですか。あ、それはですね、うん、今もこの Facebook とかで ああいうのもありますから、はいはいはい、もうインターネットとかああいうのが、ね、もう便利な時代になったの で、ね、はい、ちょっとウェブ上で掲示板を作って、あ、ちゃんと、はい、で参加したい人を募集して書いてもらってっていう感じですね。生徒さんはどういう年代っていうか、うん、層が多いんですか。そうですね、年代はですね、はい、やっぱり僕、まあ、30代40代、はい、はい、ですかね。まあ、50代ぐらいの人もいますし、うん、たまに高校生の子とか、はい、依頼があったり来たりもしますし、いろいろですね。そうですか、はい。テニスブームでしょ、西口ね。そうですね、あれから結構増えたんじゃないですか。それみんなにちょこちょこ聞かれるんですけど、まあ、若干問い合わせとかちょっと来ていただいて、うん、はい、ありますけど、そうですね、
主婦じゃない主婦っていうか、まあ30代から40代ぐらいの、あの女性の方でちょっと運動したいかなっていう人が最近ちょっとあの始めたいんですけどっていうので来たりはしましたね。テニスはいいですよね。なんかあの年齢結構いっててもまあそこそこ、僕はねやったことがないので、僕もないんですよ。そうですか。テニス部でした。あ、そうですか。軟式ですけど。あら、いくちゃん。軟式をしてて、公式やってみたいって言って来る人もいますね。公式難しいんですよね。ちょっと球が重い。ボールが弾むんでちょっと難しいですね。振り切ってしまうので、はい、あの公式とはちょっと違う、うん、はい、公式は振り切らないんですか。いや振り切りますけど、あのうそうですね、ハーとかヒーとかフーとか言ってますね。あ、ヒーハーは言わないですけどすごいレベルの人でしょう、ね、世界大会的な普通の人はね、こうバンバンぐらいでね。いや、あの熱くなってきた、おりゃーとか言ったり、おりゃー気合入ってると、あの声が。じゃあ、湯口さんもそんな感じになりますから、ね、向こうが言ってきたら、なんかこっちも辛いあ、やだな、これとかこれとかでも、西堀圭さんはすごいあの色っぽい、男性の色っぽい声を出して、あ、色っぽい声はい、なんかあの声、彼の声を聞くのが好きなんです。ああ、試合見る時にいつも声だけを聞く。試合見てないな、見てない。いや、僕は、うん、出しません。あ、基本的には出さない。たまにイヤンとか。いや、いや、いや、何それ、ゆうさん、いや、いや、打ち込まれそうやってやられそうな時にいやとかで、あの演技、演技です。あ、それはね。そうするとやめてくれるんですか、打ち込むの。いや、やめません。いや、向こうは容赦しません。面白いな。そうです。はい、はい、ゆうさん、そうだ、あの教えてるのはレベル的にはもう全然初心者、まあ、僕らみたいな初心者でも OK、はい、OK です。まあ、レベルが高い人でも来ても、うん、OK なんですけど、それはそれなりの指導をしていただけると、はい、一応あの、うん、何ですかね、はい、あのチーム名っていうか、いや、やってるのが、あのテニス上手くなりたいっていう。テニス上手くなりたいっていうチームで。ストレートですね。あのタイはあの軍隊とかの、あ、タイですね、隊員とかの、はいはいはい、はい、で上手くなりたい、で、まあ、モットーとしたら、あのテニス上手くなりたい、向上心がある方なら、あのどんなレベルの人でもいいですよっていう感じで、はい、やってます。こっちもなんか熱が入ってしまって、こうなってしまいますけど、もうやれ、なんかラケットまた人が変わるタイプじゃないですか、優しそうですね。え、今はこんな感じだけど、ラケット持ったらもう目が三角になって、何やってんだとかなっちゃうじゃないですか。ミシバシ、うん、そう陰で思われてるかもしれません。やべ人か。ね、あのちゃんと教えてくれるってことですね。そうですね。それは一遍に教えるの、何名かを一遍に教える感じなんですか、それともマンツーマン的に教えてるんですか。まあ、基本的にはあの皆さん団体で、うん、あの、はい、が多いですけど、うん、まあ、要望があったら、うん、あのマンツーマンとかで、うん、はい、やったりもします。まあ、ということで、ね、あっという間にちょっと時間が来てしまいました。このコーナーね、あのお友達を、Facebook のお友達をつないでまして、うん、次のお友達をちょっとご紹介いただきたいんですが、うん、どなたをご紹介いただきますでしょうか。三好香織さん。三好香織さん、はい、じゃあちょっとあの再確認お願いできますか。あ、わかりました。はい、お願いします。いかがだったでしょうか。OK でした。 OK ですか。OK でございます。ということでね、うん、このテニスをですね、湯口さんに教えてもらいたいと言われる、ね、流行りですからね、テニス上手くなりたいの方にどんどんね、はい、問い合わせを、はい、こちらの方に出しておきますので、ね、はい、お問い合わせしていただいたらと思います。そうですね、はい、お願いします。ということで、今回はね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。生き生き頑張ってるマンのコーナー、ファイト。はい、さて今回はですね、うん、山本博さんにお越しいただいております、
それではすみません、まず最初にちょっとあの自己紹介からお願いできますでしょうか。山本博史です。あだ名はですね、海さんとか大さんとかって言われるんですが、たまにエロシとか言われます。年はですね、ちょっと還暦を過ぎたところと言っときます。なるほど、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕はね、いつも、海さんっていうふうにね、呼ばせていただいたりもするんですが、いろんな呼び名エロスはちょっと初めて言ってますね。いろんな一面があるようですな、どうも。まず、まずご本業なんですけども、ね、はい、一応、電気代を減したり、上下水道代減したり、燃料を減したりの、省エネ関係の仕事をしております。省エネがお仕事だったということですよね。もう本当にたくさんのですね、そうですよ、資料をね、ちょっと持ってきていただいたんですけど、いただいたんですけども、かなりいろんな、いろいろですよね、見てるところ、また資格もたくさんお持ちですよね。そうですね、仕方なくいやいやながらやってきたんですけど。あ、そうなんですか。もうとにかく、会社の、ね、経費削減とか、もちろんその環境の CO2 削減とか、そういったことをですね、専門にやってらっしゃるということで、経費削減したいっていう方はもう、山本さんにね、相談していただいたらということなんですが、そしてその他に、こちらにもね、いただいている資料にも趣味たくさん書いてあるんですよ。はい、で、やっぱり筆頭がタイ釣りなんですね。タイ釣りが。なるほど。ここに書いてあるのを読むだけでも、魚料理、グルメ、映画に温泉、ドライブ、旅行、音楽、読書、雑用。雑用まで書いてある。箸袋の収集、小石の収集、親父ギャグ。僕ね、これ親父ギャグ2番目でもよかったんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと謙虚に。海さんとこういうお話ししててね、ギャグ聞かないことないんですけども、今日は出てくるんでしょうかね。趣味が多くて趣味ません。出ましたよ。そんな感じですね、山本さん。だいぶ掴めてきました。そうですか。はい、この10分間でなんとか掴んでいこうと思います。で、あとはですね、ハンドヒーリング、ヒャントヒーラーって言うんですかね。ハンドヒーラー、ヒーリングとかカウンセリングとかそういったことなんですか。半分ボランティアに近いんですけど、昔から言う手当て療法ですね。皆さん持ってる人間の元々持ってる能力なんですけど、DNA に組み込まれてるというか、そういうのはずっと人間の進化の過程で皆さん忘れてるんですけど、だから僕はどっちかいうと、そう、進化が遅れてるんかもわかりません。そうなんですか。特に女性、原点はですね、女性が出産した場合に赤ちゃんを別に親から誰からも教えてもらってるんじゃなくて、こうさすったり手を当てることによって泣き止んだり痛みが治まったり、あれがハンドヒーリングの原型なんですよ。はい、でそれで子供さんが大きくなるにつれて、女性の方もまた4、5年ぐらいで忘れていくと、能力がまた減っていくという、イギリスとかカナダとか外国では国の医療保険の対象になったり、ハンドヒーリング、はい、それからあとはアメリカの看護大学とかなんかでは年間10何単位取る単位とかですね、そういうのになってますけど、日本はまだまだ遅れてますけど、あんまり聞かないですもんね。だっていや、無意識に皆さんしてるんですよ。それを気分がある時に背中をさすってしますよね。あれ、そうですね、あれも一つなんですね、ハンドヒーリングです。はい、なるほど。でもそれをこう、なんか専門的にやってるって、専門的って言ったら表現おかしいのかな、山本さんがそれをやることによっていろいろな症状の方が、そうですね、もう難病から、治らないと言われてるんで、体の癒しですね。やっぱり西洋医学、以外のね、いろんな医療方法というんですかね、医学たくさんあると思うんですけど、そっちの部類ですよね。はい、そう、大体医療になりますね。はい、それは何年ぐらいされてるんですか。もう8年ぐらい前に能力があるのが分かって、それからいろんな人から口コミですね、本業があるから大々的にできないんで、向こうから言ってきた人だけという形で、第一ということですね。
能力が分かったね。そうそう、なんかきっかけあったんですよ。ありました。能力に気づいた。生中飲んでる時に。あ、面白い。それは本当ですか。本当です。はい。それで気づくんですか。いや、僕もなんでこないなるんかなということで、冗談半分から始まったことで、ですね。それでですね、まあいろんな、まあいろんな方こうちょっと手当て取ってあげようかとかって言おったら、もう1時間かもうそこらしたら最短では10分か15分で喜ばれるんで、何やろか思って いろんなもの文献とかいろんなの調べてたら、まあハンドヒーリングいう言葉が出てきて、それで5、6年ぐらいまで予算がついてたんですね。科学技術庁、文部科学省から1億円とか、まあ、5000万とかで研究されてるんだよ、日本の国で、その研究材料に提出し述べた日本でもナンバーワンの方が埼玉県におるんで、その方に会いに行って、ようやく1年後ぐらいにハンドヒーリングが分かったんです。へー、はい。そんなね、まあ、ハンドヒーリングもじゃなくて、まあ、最初にちょっとね、海さんのこの話をしました、はい、ここにね、写真があるんですが、そうですよ、これ見すごいす、ね、すごい大きいんですよね、これ。タイ、どうですか、ですね、これ、何前や、アマダイ、アマダイ、これアマダイですか、美味しそう、はい、これ、違う人じゃないですね、同じです、はい、山さんこれ、はい、そうです、いくつこれこれ、みんな大きいですけどね、これこれなんかも大きいかな、ね、かな、これは、うん、これすごいです、これがすごい、これね、すごいですよね、うん、なんでタイに特化してるんですか、見えてるかな、こんな感じ、いや、まあ、ある人にね、タイ釣りにこう言って、その時に15万ぐらい釣ったんで、これも30、50、60とかを、でハマってしまって、もう30年です。はい、あ、釣り歴はもう30年ですか、はい。でも、人間の女性が相手にしてくれないもんですね、うん、太鼓ちゃんばっかりを追いかけようですけど、そのやり方があれば山さんもう全然大丈夫ですよ、タイだけじゃなくて、今まででマダイで一番大きいのは96センチ、96センチ、大きいですね。この石台が、73ぐらいあったんですかね、これで73ですか、はい。ということはその90、大方1メートルってことですね。あ、そうですね。なるほど、すごいですよね、本当にね。サボ1本で上げるわけですね。はい、すごい。何時間ぐらいで上がるんですか。うん、もう5分ぐらいで上げます、上げますけど。そうなんですか。はい、やっぱりカジキでしたっけ。テレビとかでやってるのはちょっと泳がせて、あ、で疲れさせてあげるみたいな、ね。すごい時間がかかる。うん、ありますよね。5分ぐらいで上げるんですね。すごい。まあ、ね、お話を伺ったらもたくさんあるんですが、うん、まあ、もうちょっとね、その時間が来てしまったんですけども、はい、早いな。早いんですよ。山本さんも聞くことだらけだからな。まあ、そんな山本さんね、一番最初にもちょっとお話したように、省エネ、まあ、経費削減、これはメインだからね。まあ、お仕事ですので、はい、まあ、まあ、そういったことでね、お話を伺いたいっていう場合には、まあ、こちらの方、ハンドヒーリングの方も同じ連絡先で、あ、結構です、はい、ね、山本さんに、ぜひちょっとね見てもらいたいなっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、こちらの方にお問い合わせしていただいて、タイ釣りのこともね、タイ釣りのこともね、そうですね、もう、ね、ギャグが聞きたければ、ね、そうそう、やエロいこともエロいことも、ね、あ、そうそうそう、ね、そう、はい、そっちもいけますからね、トリコのこと言わんとってください。はい、ということで今日もね、来ていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。大海道ラジオ第72回いかがだったでしょうか。ゆきちゃんどうでしたか。すごく緊張しました。あ、本当、うん、でも楽しくできてよかったです。でもね、最初の終わりにはね、うん、割とこうちゃんとトークにも乗っかってね、そうそうそう、お話できてたので、そうです、これから血が出るかもしれない。あ、いいよいいよ、もうどんどん出していって、はい、ね、頑張ります。うん、いかがですか。まあまあまだな、今日は、まあまあけどまあね、
ユキーナ来たんでね。ユキーナが来たんで、あのよくあの転校生が来た時のなんか気分みたいな、そんな感じでしたね今日ね。うん、なんか変にテンションが上がった、はい。はい、まあね、皆さんも、またね、次回からも楽しみにしていただきたいと思います。はい、じゃあ今回この辺でお別れしたいと思います。さよなら。はい、またねー。